落合ダム。落合ダムは、木曽川本川中流部、岐阜県中津川市に建設されたダムである。関西電力株式会社の水力、発電専用ダムで、落合発電所並びに新落合発電、新落合発電所へ送水して、最大33,600キロワットの電力を発電する。落合ダムは、木曽川を横断する形で築造されたダムである。 山口ダムの下流、大井ダムの上流に位置する。形式は、重力式、コンクリートダム。ダムの包み高、基礎岩盤からの高さは33.33 33メートル、包み長長、頂上部長さは215.09メートル、包み体積、日下からの体積は45,360立方メートル。ダムには、幅7.6メートル、 高さ6.1メートルのテンターゲート、ラジアルゲートが18門並ぶ。ダムによって形成される、調整値の総貯水量は387万2千立方メートルで、そのうち満水位、標高298.88メートルから2.12メートル以内の有効貯水量は100万立方メートルとなっている、数字は208年3月末時点。また、 淡水面積は0.5平方キロメートルに及ぶ動作。落合ダム付設の発電所は、落合発電所と新落合発電所の二つがある。落合発電所は、最大使用水量83.48、立方メートル毎秒、有効落差22.02メートルにて、最大14,700キロワット、新落合発電所は、 最大使用水量100.00リッター、片メートル毎秒、有効落差22.10メートルにて、最大18,900キロワットをそれぞれ発電する。ダムと共に建設された落合発電所は、左岸側のダムと並ぶ位置に取水口を設ける。ここから約190メートルの海挙による、導水路で、上部水槽へ導水し、120メートル前後の、 水圧鉄管2乗にて水を落として2組の水車発電機を稼働させる。なお、落差に比して水圧鉄管が長いため、水圧鉄管と発電設備の間にサージタンクを置いている。水車はスウェーデンボービング製の率軸単輪炭流渦巻き、フランス水車を採用し、発電機はアメリカ合衆国、ゼネラルエレクトリック製の容量9000、キロボルトアンペアのものを備える。 周波数は 60Hz を採用。発電所建屋は、鉄筋コンクリート構造を2階建てで、面積は808.4平方メートル。1980年になって設置された、新落合発電所は、落合ダムと落合発電所の中間、落合発電所より、上流、約255メートルの地点に位置する。取水口と導水路の一部を、落合発電所と共用しており、 取水量に応じた負荷の切り替えなど、同発電所と一体化した総合運転が行われている。水圧鉄管は地下埋設で長さ37メートル。水車発電機は一組のみ設置。水車はエバラ製作所製の立軸炭輪炭流、渦巻カプライ水車、出力1万9 5 0 0ット、発電機は明電車製で容量は2 1 0 0 0ルトアンペアである。 周波数は、落合発電所と同様 60Hz を採用する。発電所建屋は、半地下式で建設。円筒型をしており、地下は6階まであり地上階には、橋型レーンのみを配置する。落合ダム及び落合発電所は、大正から昭和戦前期にかけての大手、電力会社大道電力によって建設された。大道電力が、 岐阜県内において基礎川の推理券を取得したのは、全身基礎電気工業時代の1920年、大正9年3月のことである。落合地点はこの時に許可を受けた5地点のうちの1つで、当初はダムを持たない、水路式発電所の計画であったが、先に完成した下流の多い発電所と同様に、ダム式発電所へと計画を修正し、1925年、 大正14年4月にその許可を得た。この時、旧、落合地点の内上流側が水路式の坂下地点として分離されている。落合地点における落合発電所の建設は、1925年4月に工事実施認可を得て着工され、翌1926年、大正15年12月竣工、1日より運転を開始した。 発電所出力は当初から 14,700kW である。発電所建設に合わせ、名古屋市へと至る季節送電線への連絡送電線が整備された。1939年、昭和14年4月1日、電力国家管理の担い手として、国策電力会社に本発送電が設立された。同社設立に関係して、大同電力は、 電力管理に伴う、社債処理に関する法律第4条、第5条の適による日本発送電への社債管理、支払い義務継承並びに、社債担保電力設備、工場財団所属電力設備の強制買収を、前年12月に政府より通知される。買収対象には、落合発電所など、水力発電所、計14カ所が含まれており、これらは、 日本初送電設立の同日に同社へと継承された。太平洋戦争後、1951年、昭和26年5月1日実施の電気事業再編成では、落合発電所は他の基礎側の発電所と共に供給区域がいながら、関西電力へと継承された。日本初送電設備の帰属先を、発生電力の主張基地によって決定するという、 潮流主義のの原則にに基づき、基礎川筋の発電電所所が、関西電力所管ととなったことによる。日本初送電時代から関西電力発足後にかけて、木曽川水系上流部の大滝川では、三浦ダム、牧尾ダムが建設され、大規模な貯水池が出現した。その結果、木曽川の河川流量を年間を通じて調整できるようになり、下流部における流況が改善された。 関西電力では、1971年、昭和46年の新丸山発電所建設以降、基礎川開発を中断していたが、オイルショックを機に新規水力開発の経済性が相対的に向上し、また純国産エネルギーとして、水力発電を見直す機運が高まったことから、1970年代後半より基礎川開発を再開し、1977年、 昭和52年に稲川発電所を新設する。続いて落合地点の再開発に取り掛かり、落合ダムから発電に使用されずに放流される、無効放流を有効活用すべく、新落合発電所を新設した。運転開始は1980年、昭和55年2月20日付である。ダムは発電専用であるが、貯水池には、東農用水の取水口が建設され、 ここから、幹線導水管が、田治見市まで伸びている。田治見市を中心とする岐阜県東部地域、通称、東農地域は主要な水源として省内川、岐阜県内では、時川と呼ばれるより直接取水していたが、省内川上流部は、水量が乏しかった。さらに近年では精密機械工業などの進出に、伴い工場が多く立地し、また名古屋市から JR 東海。 中央本線の快速を使って30から40分程度の県内であることからベッドタウンとして宅地開発が急激に進むため従来の省内川やため池地下水での水供給は限界をきたし用水施設整備のために水道費が高騰する状況であったこうした慢性的な水不足を解消するために岐阜県は木曽川を水源とした東農用水建設事業に着手 水資源開発公団、現、水資源機構が管理する、牧オダムを水源とする、仕事業費負担を行い、関西電力と発電に支障をきたさない程度の、一定量を取水を、落合ダム湖で行うことで調整を図った。落合ダムで取水した基礎川の水は、中津川上水場を経て、幹線道水路より調整地を通じて各地へ送られ、現在は、田島市をはじめ、と市。 水波市、江名市、中津川市の東農地域越しへ、上水道、灌外、工業用水を供給している。東農用水は1976年、昭和51年に完成したが、その後水源として、阿木川,川ダム、阿木川や味噌川ダム、木曽川を新規に加え、東農地域の水需要に貢献している。現在は、蟹市、美濃加茂市の加茂地域と緊急時における、 水運用調整を図るため、統合事業を計画している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。